エルハジオマール・ボンゴ・オンディンバは、ガボンの政治家、軍人、ガボン民主党党首、大統領を歴任した、ジョージ・ W ・ブッシュ・米大統領と会談する、オマル・ボンゴ・オンディンバ1967年12月に、前任者のレオン・ムバが死去したことにより、副大統領から昇格して大統領に就任して、以来、2009年6月の死去まで40年以上、政権を維持した。 1959年2月の首相就任以来、キューバの最高指導者だったフィデル・カストロ国家、評議会議長が2008年2月に議長職を退いたため、以降は死去まで大統領や首相といった国家の公職についている、世界の政治権力者として最も長く政権を維持している人物であった、世界各国の汚職を監視する NGO、 トランスペアレンシーインターナショナルのフランス支部と NGO、シェルパ、ガボンの市民団体は赤道ギニアとコンゴ共和国の大統領と共にボンゴをフランスでの資産購入にあたり公金を不正に流用しマネーロンダリングを行ったとして告発した。トランスペアレンシーインターナショナルは2007年3月と2008年7月にもボンゴに対し同様の訴えを起こし告発後は 大統領指示原がトランスペアレンシーインターナショナルに対して大規模な抗議活動を展開した。パリ検察当局の指示で警察が数ヶ月の予備調査を行った後、いずれの訴えも証拠不十分で帰却されている。しかし、同団体らは2008年12月、ボンゴラに対して3度目の告発を行った。元はキリスト教徒であり、アルベルベルナール・ボンゴという名前だったが、 1973年9月にイスラームに改修し、エルファジオ・マルボンゴに改名した。2003年に父親の名前を生に付する法律が発行したのに、伴い、エルファジオ・マルボンゴ・オンディンバとなった。3番目の夫人のエディット・リュシーは、今後共和国のドニソスヌゲソ大統領の娘、息子のアリー・ボンゴ・オンディンバは、現大統領である。2009年6月8日、外遊先のスペインにて死去。 73歳坊津、ありがとうございます。